チュッパチャプス、チュッパチャプス、チュッパチャプスとは1958年にスペインカタルーニャのバルセロナで誕生した棒付きキャンディの商品名、またそのキャンディを販売する会社名である。2006年にチュッパチャプス社はペルフェティファン、メレ社の100%個会社となっている。買収額は約4億ユーロと推定されている。日本では1977年から 長らく森永製菓が輸入販売していたが2016年3月7日付で日本での販売権がクラシエフーズ、クラシエホールディングスの食品事業における子会社に移管した。標準価格は本体価格で40円、発売以来30円だったが2004年7月1日より40円に値上げ。チュッパチャプスはキャンディー少しサッカーボールを連想させ、 口を開けて、キャンディーを食べる様子が、サッカーのゴールを思わせるから、当初ゴール、スペイン語で、ゴールと名付けられ。しかし、その名前はあまり浸透しなかったため、1958年に、広告代理店を使ってチャップス、チュプススペイン語で物を舐めた時の擬音、日本語ではチュッチュッといった擬音に相当。チャップスは、英語読みという名前を作り出した。チュッパ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 チャップス。 舐めよう、舐めよう、舐めよう、チャプス。というテーマが、ラジオ CM で流れて以来、チュッパチャプスと呼ばれるようになった。日本語の、チュッパチャプスという名称は、スペイン語式の、チュッパチャプスと、英語式の、チャッパチャプスを組み合わせたものである。チュッパチャプスと表記しているウェブサイトもあるが、日本での販売元の公式ウェブサイトでは、新旧問わず、正式名称を、 チュッパチャプスとしており、本校でも名称をチュッパチャプスで統一する。チュッパチャプス社では同名の香水も販売している。1969年にチュッパチャプスの公安社であるアンリック・バルナットはチュッパチャプスを世界展開させる際にロゴをカタルーニャの芸術家であるサルバドールダリに一緒に食をした際に依頼した。依頼をされたダリはその場でナプキンに ジー、ひなぎくをあしらったデザイン画を描いた。そのデザイン画をバルナット脇に入り2014年の時点で使用されているのをロゴの原型とした。1975年のフランシスコ・フランコ体制の終焉と前後して海外進出が活発化し、1970年代には東南アジア、1980年代には北アメリカや主要地域以外のヨーロッパ、 1990年代にはアジアの至るところにまで浸透した。それと同時にバルナットは地域限定のご当地特有のチュッパチャプスを採用し、ロシアではブルーベリー味、メキシコでは唐辛子風味、北欧やオランダでは塩味のチュッパチャプスが販売された。一方でコーラ味のバリエーションとイチゴ味のものは世界的に販売されている。海外進出とともに、 出版チ,チャップスは宣伝された広告の一部として採用された。1970年代にアメリカ合衆国で放送された刑事ドラマ、刑事、コジャックでは主人公のコジャックが喫煙と称して、出版チャップスを加える姿が描かれた。さらにハリソン・コード、マドンナ、スパイス・ガールズなどといった著名人が愛好し、バフィ、ー、恋する十字架や、スター・トレックといったテレ番組の中で、 チュッパチャプスは登場人物のアイテムとして使用された。また、1995年には宣伝の一環として、ロシアの宇宙ステーションミールの宇宙飛行士に、チュッパチャプスが贈られた。サッカー界では、1990年代前半に FC バルセロナを率いていたヨハンクライフが、持病の心臓病のために禁煙をしなければならなくなり、代わりにベンチでチュッパチャプスを舐めていたが、 クライフがチュッパチャプスを加える姿は頻繁にテレビ放送に映されるようになった。その後、バルナットは宣伝広告のため FC バルセロナの伝統色である青と赤の色彩に彩られた大きなチュッパチプスをホームスタジアムのカンプノーに展示するとすぐにマスコット的存在となった。同社は1998年にフランスで行われた1998フィファ。 ワールドカップ決勝の直前にサッカーフランス代表の選手たちに出パチャプスを送った。フランス代表はこの大会で優勝を果たすと、その後も演技担ぎの一環として出パチャプスが採用された。あるフランス人の論文によると適度な糖分の摂取はスポーツ選手の緊張緩和に役立つのという。1995年のアメリカンミュージックアウォードでは、 We are the world の発表10周年を記念して、この受賞式に出席したアーティストによる合唱が行われたが、そこに合わせたプリンスが歌うことを拒否して、ステージ上で延々とチュッパチャプスを舐めている姿が放映された。スペイン人、モートジッピーライダー、ホルヘロレンソのスポンサーを務めていたことがある。彼は、レース後表彰台でも、チュッパチャプスを舐めていた。さらに以前には、 同じく、スペイン人ライバーのエミリオ・アルサモラを、スポンサードしていたこともあった。二人とも、出発ャプスヘルメットを着用していた。2016年3月発売、ブラジルをイメージしたフレーバーシリーズ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。